じゃあ発表します。いよいよ発表しますね。なんだ作品のうち一曲を、この番組を通して、まあ、チーキーパレードの皆さんはもちろんですけど、ファンの皆さんの意見も取り入れて、もう実際に本当に取り入れていきます。ファンの皆さんと一緒に曲を作っていくってことですか？え、じゃあ今ここにいる皆さんとチキパで曲が作れるんですか？わー、すごい、すごいことじゃん。すごい、すごい、すごい、すごい。この間、ハムテンゴリーのイベントで出演したメンバーは、そのイベントでね、結構真剣な話とかもしたんですけども、まあその 2.5 リーとこれからねやっていくわけで、そこの会場でこれから新曲をファンの人と作っていこうっていう話になったので、その話を踏まえてチキパの中でもちょっと書いてあるように 2.5 リーかけるチキパ新曲どうするってことで、ちょっと事前にチキパだけでどういう曲がいいかなとか意見出し合いたいと思うんですね。会議、そう、はい、だからちょっとみんな自由にちょっと頭の中でやりたい曲とか歌詞とか、なんかそういうイメージとかでもいいから、ちょっと出し合っていこうかなって。なるほど。で、まず曲調とかってどうですか？盛り上がる曲がいい。そうそう、それかあえてめっちゃ可愛い曲にするか。ラブリー。でもさ、あれでしょ、ファンの方と一緒に作るじゃん、だからさ、自分がこうやってライブ会場に来ました、あ、これ俺たちと一緒に作った曲なんだよってなった時にさ、めっちゃ盛り上がる方がさ、おーってなんないかな。確かに、初期をユリアがしてます。なんかさ、サビとかさ、あのなんか一緒に歌って踊れるみたいな、なんかさ、タオルとかさ、そうそうそう、感じの一体感ね、一体感。あ、そうそう、セランがあのね、いいなって思ったのが、なんかその初めて来たお客さんとかでもなんか大体のノリでおーみたいなとかができるよね。ああ、そう、回せるって感じだよね。わかりやすいけど一緒にできるやつね。そうそうそう、一緒に、そうだね、まあ、アップな曲もあるし、逆にチキパはバラードも少ないね。そうやな、少ないから、やっとハッピーレイズがちょっとできたってだけで、あえてするのもいいかもしれない。確かに、確かにね。なんか今までのチキパと、その支えてくださった方のその思いとかを歌う、全部混ぜて、絶対泣いちゃうやつだ、これね。やだ、泣くからやめよう。そうか、タオルいいね。あんまない、あんまないっていうか、そうだよ、タオル使ってないじゃん、意外と。タオル、チキパタオルいっぱいあるのに、可愛いタオルがあるのに確かに、ね、使わないのはなんで。なんだよな、まあ、結構さ、踊ってさ、まあ、一緒にファンの人とさ、やるのがないよね、チキパって。そうそうそう、だからなんか一緒にやりたいよね。一緒に、じゃあテーマは一緒でいいのか。それは一緒に together。 でもその一緒にタオル回せたらタオル買ってもらわないと。そうだね、さあマストだよ、マストですよ。誰だよ、タオルやっぱり買ったら。あのなんだっけ、曲の中にファンの人が言う歌詞があったりとか、なんか面白くない？あー、あー、あ、いや、いいね、いいね、いいね。こちらだけじゃなくてファンの人の声が入ってる。ベリーズがいいね、ベリーズでその言わなきゃいけないみたいな。いいね。そしたらなんか一緒に歌ってる感じにもなるしね。そうだね、一体感。おー、めっちゃいいじゃん。歌詞をさ、なんか一緒に作ることってできないのかな、思った思った思った。できるんじゃない、作詞チキパプラスファン。めっちゃいいよね、絶対。で、ファンの人にもあの撮ってもらう音、あ、レコーディング。ライブ会場で、ライブ会場で、めっちゃ面白い、音声さんお願いします。あのブース、ブース読んで、入らない、入らない、入らない、抽選で、ごめん、あ、抽選、抽選なんで、あとで抽選を決めるとして。でも盛り上がるタオルとかもね、それ面白いの、なんか一緒にやりたいよね、一緒に作るんだからね。そう、あと何人だろうな。あ、はい、はい、感想の長くして踊る部分増やしたい。それわかるかも。みんなで、そう、あのチキパで踊りたくない？うん、あのダンスパフォーマンスみたいなやつをしたい。ダンスしたい。そう、ちょっと
簡単なやつにしてな。で、なんでやねん。もっと簡単なやつでよろしく。簡単なやつでお願い。そらちょっと余計やん。ちょっと私たちあんま賛成できない。マジ余計やから。それはいいのも賛成。はい。わかった。なんかさ、チキパってミックスが特徴的って言われてんじゃん。ああ。チキパミックスってやつ。そう。一緒にさ、なんかミックスみたいなやつもさ、歌詞に入れたりして。いいね。わあ。知らない人もさ、全員知れるようにさ。歌詞カードとかもね。歌詞カードにしとけば。いいじゃん。あ、じゃあ耐えてる耐えてる。先に歌詞カード渡しちゃえばファンの人に。え、何の話？ひな今どこ行ってんの？どこ泳いでる？ひながひな歌詞カードのが目つぶってるからなんて。眠いでしょ？眠いでしょ？つぶってないよ。考えてんだよね。考えてる。よくこう考えてる。今回にキスマークついてる。だから歌詞カード先に渡しちゃうんだよ。違う、なんでファンの渡すの？何の？違うじゃん。まずどういう気にしたか考えてる。歌詞を決めてからね。歌詞を決めてからファンの人に渡すのが。それも、多分それも重要だよね。ブログとかで書いたりして一緒に盛り上がるっていうのがありだと思うので、で、まず、はい、まずタオルとかでやっぱやるのが一番あれなのかな。タオルで踊りたい。一緒に踊りたいね。一緒にステージで踊って、じゃあ一緒にユニオンがさ、キュッてやつみたいなのを歌うやつ。ああ、そうだね。ああ、掛け合えみたいな。中性ごめん。やっぱなんか中性ごめん。でも結構すごいいろんな案が出てきたので、ちょっとこれを参考にして、そうだね。まずはテーマは一緒にです。一緒になので、でももっと考えたいよね。考えたいから、次は 2.5D はボリューム1ということなので、そのイベントでチキパまたこういう意見を皆さんと一緒に考えていって新曲を作っていきたいと思います。はい、なのでぜひ皆さん次の 2.5D ボリューム1で遊びに来てください。